佐賀県立高クの木中学校、鳥栖高等学校は、佐賀県栖市、古野町にある県立中学校、高等学校。1927年に開校した、鳥栖高等女学校を前身とし、戦後の学生改革で、佐賀県立鳥栖高等学校となった。2017年に創立90周年を迎えた。鳥栖高校にある日本のクの木を由来とする。 地を愛しはお敬い心を培い制定。空を仰いで湧く。正規中学校の定員は1学年3学級で、定員120名。高校は1学年6学級で240名。現在にクラスの特別クラスを設置しており、希望者とテストの成績により編成している。特進クラスと間違って呼ばれることがあるが、平成1年に、鳥栖高校の進学実績を戻すために、 導入されたクラス。習塾どのみでなく、生徒の希望を優先させたため、特別クラスという故障を用いた。1クラスでスタートしたが、徐々に増え、平成19年に4クラスまで増えた。現在、中高一貫校となり、6クラス規模の学校になったため、各学年に、文系理系1クラスずつ、合計2クラスの特別クラスを設置している。 特別クラス以外のクラスを普通クラスと予備区別している。分離選択を行っていない高校1年の特別クラスは2クラスのうち1クラスがコークスの木中学校出身の生徒のみで編成されることが多い。ありがとうございます。